カブカブパラダイスはハイミミ会員さんを募集中です。詳しくは右上のバナーをクリッククリック。はい、カブカブパラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それではまず今日の日経。二百四十円下げましたね。 で、前日のダウは5日続進ということになっていたんですよね。194ドル高ということで、高決算銘柄にね、買いというふうにね、書いってあったんですよね、うん。で、マクドナルドとかがね、まあ上がっていたということだったんですけども、まあただね、ナスダックは下げていて、メタとかね、グーグルがね、ダメだったと、いうこと、ねうん、だったんですよね。 それでまあナスダックはね、下げていたということだったんですけども、で、日経はね、そのね、ナスダックのね、ダメな方だけ引き継いでしまって、で、続落したということだったんですよね。うん。ということでね、アメリカのダウが上げたんですが、日本の日経は下げ、そしてアメリカのナスダックが下げたんですが、日本のグロース市場を上げと。 いうようなですね、なんかね、いつもと違うね、ねじれ現象がね、なんか起きているんですよね。うん。まあなんでこんなことになったのかはね、ちょっといまいちよくわかりませんけども、とにかくですね、今日はね、日経下げてしまったということになりましたね。 まあ、週末だからっていう要因もね、ひょっとしたらあるかもしれないんですけども。まあでもね、ちょっとだけね、予選だったので、まあまあまあね、そんなにね、悪くはないかなという気はね、しますけども。うん。ということなんですが、75位戦からね、また離れてしまったので、来週こそね、75位戦をですね、ドッカーンとね、抜いてほしいなというふうにね、思いますけども、頑張ってください。続いて、グロース市場の壊し数ですけども、はい。 グロース市場ンね、壊し数はですね、今言ったようにですね、上げてきたんですよね。まあちょっとですけどもね、0.05%ですが、しかし上げは上げということで、まあしかもね、要線だったということでね、なかなかですね、今日はね、頑張ったのかなというふうにね、思いますけども、この調子でね、75日線の上はね、ぐい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 ね、こうもっともっとですね、上の方にね、行ってほしいなというふうにね、思っているんですが、よろしくお願いします。以上、GI 関連でした。続いて、 テーマ別、テーマ別でですね、まずはね、半導体関連なんですけども。はい。 半導体関連ですね。今日はね、地合いがね、あまり良くなかったので、まあ、このリストに入れている半分以上がね、下げていたということになったんですけども、ただですね、この中でね、結構上げてきているのがあって、なんとね、高鳥なんですけども、うん、高鳥ね、今日はですね、6%以上ね、上げてきましたね。うん。はい、おめでとうございます。でね、昨日の動画でね、まあ、新型のコーナーで取り上げましたけども、四季報にね、結構いい情報がね、載っていたと。 いうことだったんですよね。うん。でね、前々回の高値をね、抜いてほしいなと。抜けるとこまで来たよねという話をしましたけども、今日はですね、ドッカーンとね、明確にね、抜けてきましたね。うん。はい、おめでとうございます。まあ、昨日のね、この動画を見てですね、買われた方がね、こう結構ね、いい感じになっていたらですね、本当にね、嬉しいんですけども、うん。で、しかもですね、今日のね、大引き後に、なんと、 情報修正をね、出してきましたよね、うん。はい。おめでとうございます。前期計上2.5倍情報修正、18期ぶり最高益更新へというね、力強いものがね、出てきましたよね、うん。はい。おめでとうございます。ということでですね、今回はね、四季報情報大当たりという感じに、ね、なっていますけども、うん。なかなかね、良かったと思います。頑張ってください。続いて、直近の IPO ですけども、はい。 直近の IPO はですね、今日はね、このリストに入れている、まあ4割ぐらいがね、上げてきたという感じになっているんですけども、そんな中でですね、毎日ね、気にしている M&A 総研がですね、今日はね、1.8%上げてきて、またまたね、上場来高値をですね、抜いてきたということになったんですけども、しかしですね、このチャートもね、本当にね、もう毎回言ってますけども、なかなか素晴らしいことになっていますよね。本当にね、もう上場の初日に買った人がね、 バンバン剤になっているという感じに、ね、なっているわけなんですけどもでそんな M&A 総研が今日の、ね、OB すね決算を、ね、発表してなんと M&A 総研今期計上は51%増で3期連続最高益更新へということに、ね、なりましたね。うん、はいいおめでとうございます いやー、すごいな。うーん、なかなかね、すごいことにね、なっていますね、これ。ということで、まだまだ上に行くんかいっていうね、すごい感じになっていますね。ほんとね、M1 で送検のホルダーの皆さんおめでとうございます。うん、ということで、毎日気にしていてね、よかったと思います。続いて、SBI リーシングなんですが、はい。SBI リーシングね、上場してから、実はですね、結構上げていたんですよね。うん、下のよね、うまいこと切り上げながらですね、こう上げていたということになっていて、まあ今日はね、2%ちょっとね、下げたんですけども、でね、 オービですね決算を出したんですが、こちらはです、ね、紙引き計上は16億円で着地と。 いうことなんですが、これが通期計画の38.1億円に対する進捗率がですね、42.5%だったんですよね。うん。これがね、第2四半期を終わっての42.5%ということなので、ちょっとね、半分には届かなかったということになっているので、ちょっとね、物足りなかったかなという感じはね、あるかなと思うんですけどもね。うん。まぁ月曜日ね、どういう値動きになるか見ていきたいと思います。続いて 今日ね、またまた一社ね、上場しましたよね。5132のプラス0ですけども、こちらはですね、なんとね、寄らなかったんですよね。うん。全くね、寄る感じに、ね、なっていなかったということなんですけども。うん。で、こちらね、昨日もお話をしましたけども、事業内容としては、まあ、AI 関連なんですよね。うん。で、想定の時価総額がね、34億円ということで、なかなかね、小さい感じなんですけども、公募価格が1650円で、 当選の株数がね、54万株しかないということだったんですけどもね。で、ロックアップが6%ちょっとがですね、何もかかっていないんですけども、それ以外はね、180日間ということだったんですよね。で、業績としては去年と一昨年は、まあ赤字だったんですけども、今年はね、黒字を見込むと。 いうようなことになっているんですけども、まあとにかくね、今日はやらなかったということなんですが、これね、月曜日にね、寄ってからですね、どうなるかですけども、意外とね、この AI 関連ね、まあかなりね、高いところで寄るとですね、結構なね、急落もあるのかなというふうにはね、思っていますけども、うん、なので、ちょっとね、慎重にやりたいなという気はね、すごくしますけども、はい、とにかくですね、気にしているので、頑張ってほしいと思います。続いては、新ネタ、新ネタのコーナーですけども、まずはね、小松なんですが、 はい、小松ですね、今日はね、1.3%上げてきたということになっていて、ですね、ここんとこね、少しずつね、こう戻してきているんですよね、うん。で、いい感じのね、チャートにね、またなってきているなという感じはね、するんですけども、でね、これはですね、月曜日にね、決算があるので、それに対するね、期待感という感じに、ね、なっているかと思うんですが、でね、今日の朝にですね、アメリカのね、キャタピラーがですね、7月、9月の利益が予想を上回るということで、 8%以上ね、上げたんですよね。うん。で、キャタピラーってね、小松の、まあ、競合なわけなんですけども、まあ、キャタピラーと小松で世界のね、シェアをこう、争っているという感じに、ね、なっているんですけども、うん。で、キャタピラーが上げると、小松もね、一緒にね、上げていくというようなね、まあ、ことがね、ずっとありましたよね。まあ、最近はね、どうなのかね、ちょっとあまり気にしてはいなかったんですけども、 ということでね、このニュースがですね、昨日の夜にね、伝わってきたので、ひょっとしてね、今日はね、小松がね、連れだかするかなということで、朝のね、ハイミミカインさんにもね、まあそういう投稿はしましたけども、まあ、なんとかね、要線でね、少し上げてくれたのでね、まあ、よかったかなと。 勇う気はね、しましたけども。うん。まあ、ただね、日経にはですね、ちょっとね、意地悪な感じのね、分析の記事が出ていて、まあ、それね、キャタピラーがね、値上げしたから決算が良かったんでしょ、というようなね、書き方になってるんですよね。うん。ということで、まあ、ちょっとですね、小松の方がね、月曜日にですね、どういう決算を出してくるかね、まあ、わかりませんけども、とにかくね、気にしてみていきたいと思います。続いて、フロンテオなんですが、はい。 久しぶりにね、フロンテの話をしますけども、今日はですね、8%上げてきたんですよね。で、かなりね、もう下げていた中で、少しずつね、こう、下値を切り上げながらね、うまい具合に調整しながらね、上げている感じになっていて、で、今日はですね、とにかくね、8%上げたということになっていますね。で、これはですね、一応ね、材料が出たんですよね。で、こちら、独自開発 AI エンジン、コンセプトエンコーダー、コア技術の米国における特許査定をしとくと。 いうことだったんですよね、うん。はい。おめでとうございます。で、これはね、すでにね、日本ではまあ、特許をね取得しているものだということなんですけども、で、これはね、フロンティアの AI エンジンの中で結構ね、コアになっている技術で、類似性をね、なんか検索するというようなことの、まあ、プログラムで、まあ、使われているような技術だということなんですよね。うん。ということで、結構ですね、これね、よく読むと大事なね、特許だったのかなという感じにはね、なっているんですけども、まあ、それにしてもですね、特許ものってね、結構ですね、高くよって、 でより点で終わるというようなね、イメージがあったので、まあ、特にね、そんなにね、注目はしていなかったんですけども、しかしながらですね、今日はね、ちゃんとね、大きい陽線で引けたということになっていて、まあ、株価がですね、とにかくね、もう一頃からですね、ズドーンとね、こう下げていると。 いうような底値圏にいるので、まあ今日はですね、うまい具合に上げたのかなという気もね、しましたけども、うん。で、低くね、始まったというのもね、あったので、まあなかなかね、良かったのかなという感じはね、しましたけども、うん。ということで、フロンテをね、久しぶりに取り上げてみましたが、これからね、ぐいぐいいいけるのかどうかね、見ていきたいと思います。続いて 田中家券なんですが、はい。田中家券はね、今日4%ちょっとね、上げてきたんですよね。うん。で、チャート的にはね、ちょっとなんかね、苦しい感じになっているんですけども、でね、今日の大引けごいですね、決算を出してきて、なんと、今期経常一転黒字に情報修正というものをね、出してきましたね、うん。はい。おめでとうございます。経常利益は前年同期比2.8倍の16.4億円に急拡大し、通期のね、見通しをですね、一転してね、黒字に浮上と。 いうことなんですよね。うん。はい。おめでとうございます。電池関連ということで有名な田中家計んですけども、うん。いい感じでね、来週上がってくれるのかどうかですね。このね、前回の高値をね、気持ちよくね、スコーンとね、抜いてほしいと思います。頑張ってください。続いて、石垣食品なんですが、はい。石垣食品はですね、今日ね、3%上げてきたんですが、石垣食品といえば、ミネラル麦茶でね、有名ですよね。松島智子さんがね、以前にですね、CM していましたけども、うん。 というような会社なわけなんですけども、今日のね、大引きもいいですね。こういう IR ね、出してきましたよね。中国事業の本格進出に関するお知らせというものでしたね。うん。はい。おめでとうございます。で、ここに書いてあるのが、9期連続でね、赤字になっちゃっているので、2021年に取締役に就任した、これ、中国系の方のお名前ですかね。うん。この方を中心としてですね、中国にね、まあ結構力を入れていくんだよと。 いうことをね、書いてあるんですよね。うん。で、具体的には何やれですね、日本在住の中国人インフルエンサーを活用して、まあ、売り込むとかね、まあ、そんなようなことがね、いろいろこう書いてあるということになっているんですけども、うん。で、時価総額がね、20円ちょっと、で、時価総額がね、20億円ちょっとしかないので、まあ、面白いことになるかどうかね、月曜以降ね、楽しみに見ていきたいと思います。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。ついて 10月28日に注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずこのね、バンクオブイノベーションなんですが、はい。バンクオブイノベーションですね、なんと今日ね、19%にできましたね、うん。はい、おめでとうございます。というね、このチャートね、もうほんとすごいですよね。ほんとにね、今ね、もう爆上げ中でですね、今ね、一番注目されてるんじゃないかっていうぐらいのね、まあ感じの勢いになっていますよね。うん。なかなかね、すごいことになっていますが、 で、この話はね、もう何回もしていますけども、この間ね、リリースした、この新しいね、メメントモリっていうね、ゲームがですね、なかなかね、こうランキングのですね、上位にね、ずっととどまっているんですよね。で、今、この iPhone の日本でのですね、ゲームアプリのセールスランキングがね、5位になっていると。で、とにかくね、ここ数日はもう6位以内ぐらいにね、ずっととどまっているということになっているんですよね。うん、で、こちらのね、日本の Android の方ではですね、メメントモリがね、1位になっていると。 ということで、でこの間の、ね、水曜日のお昼に出した IR ではですね、まあ、最初の6日間で、ね、18億円稼ぎましたよということになっていて、1日当たり、ねまあ、3億円ということですよね、この期間はね。うん、であとは、ね、水曜日の、ね、大火けもに、ね、出してきたのがこの、ね、第9回と第10回の増資に関する講師をです、ね、停止期間を、ね、延長すると。 いうことを、ね、出してきたんですよね、うん。というようなことがあってです、ね、今ね、大盛り上がりだよと。 いうことに、ね、なっているんですけども、まあ、とにかくね、ランキングが、ね、ある程度の、ね、位置をです、ね、ずっと維持できるのかどうかと、まあ、本当にね、もうゲームのです、ね、人気が、ね、なくなって、順位がど、ね、ーんと、ね、落ちるようになると、まあ、こちらも、ね、急落する可能性も、ね、ありますけども、まあ、それよりもむしろです、ね、今の時価総額に対して、日々の売上に対する、ね、期待の方が、ねまあ、大きくなっていると。 いうことで、まあ上げているということなんですけども、これからね、どん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 上げていけるのかどうかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて。 メンタルヘルステクノロジーなんですが、はい。メンタルヘルステクノロジーはですね、今日はね、3.7%上げてきてですね、こちらもね、上場られた金をですね、更新しているんですよね。なんとね、いやー、なかなかね、こちらもですね、すごいチャートになっていますけども、ま、ただね、この会社が、まあ、売り上げをね、結構上げていくというのはですね、まあ、なかなかね、メンタル的にですね、ちょっとね、いろいろ考えなきゃいけない人が、まあ、多くいるのかなという感じにね、どうしてもなってしまいますけども、うん。まあ、それでもですね、とにかくね、株価はね、ぐいぐいいっていると。 いうことになっているので、こちらもね、ますます気にしていきたいと思います。続いて、クルーズなんですが、はい、クルーズはですね、今日はね、2.9%上げてきたんですけども、まあ残念ながらね、ちょっと陰性になったんですけども、まあ一時的にはね、どんと上げたね、時間帯もあったんですけども、で、これはですね、おそらくね、これに反応したのかなというふうにね、思うんですけども、昨日の夜にね、プロジェクトゼノの公式ツイッターがですね、こういうものをですね、掲載していたんですよね。光る NFT セール開催決定と。 いうことで、で、ヒカルさんといえば、まあ、有名なね、ユーチューバーの方ですよね。で、その方の NFT をね、まあ、売りますよ、ということなんですけども、まあ、ただね、これはですね、以前からね、こういう情報は、まあ、出ていたので、まあ、そこまでね、サプライズはなかったのかなという感じにはね、なっているんですけども、うん。まあ、ということで、上げたのは上げたんですけども、まあ、陰線で終わってしまいましたが、うん、まあ、こういうことをね、うまい具合に積み重ねていきながらですね、またね、元気よくね、上げてほしいなと。 いう感じがね、なっているんですけども、はい、頑張ってください。そして、最後にですね、プレイドなんですが、はい、プレイドはですね、今日ね、5%以上下げてしまったんですけども、うん、で、今日ね、なんで下げたかっていうのはね、まあ特にわかりませんけどもで、で、朝ね、日経新聞がね、こういう記事をね、出していたんですよね、google がですね、日本企業の IT システムを内政化の支援しますよ、ということで、で、技術者がね、伴走していますよ、と。 いうようよな記事だったんで、すよね、うんで。これとね、プレイドがね、なんか関係あるのかという話なんですけども、プレイドはね、グーグルからね、資金をね、調達しているね、まあ会社なんですよね、うん。というような関係があるので、ひょっとしてね、なんか少しぐらいはね、上がるかなということで、まあちょっとね、見てはいたんですけども、残念ながらですね、まあそんなこともなく、まあ下げてしまったということになりましたが、今後ね、この9月26日に出たね、ネタ以外にですね、何かね、新しいね、びっくりするようなね、ネタをですね、ぜひね、出してほしいなと。 いいいいう,ふうに思、ね、思っっててるので頑張ってほしいと思います以上、新ネタのコーナーでした。続いて、10月31日の注目。はい。ヤマトインダストリー、バンクオブイノベーション、高取フロンテオ、ビリングシステム、田中科研、メンタルヘイステクノロジー、石垣食品、M&A 総研小松、A バランス、インクルーシブ、竹内製作所、プラスゼロ、エーザイ、ジャル、アトラス、 エエースコーースス、エニーカラーススコプ、プママイクロハアイスタイイッククカラテムム、リロアアタル、FIG、花ツアー川崎線、プレード、この辺を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここでカブカブパラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていただきます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。